ではお祈りします。愛する天の父様、あなたの尊い名をあがめて賛美いたします。これから御言葉を取り継がせていただきます。どうぞ今日の御言葉も主ご自身がお語りくださり、お一人お一人を導いてくださいますようにお願いいたします。今聖霊様が霊の目を開いてくださり、共にいてくださるイエス様をはっきり見ることができますように、また霊の耳を開いてくださって、あなたの御声を聞くことができますようにお助けください。またこのしもべも憐れんでくださって、十字架の陰に隠してください。そして主の通り置き管として用いてくださいますようにお願いいたします。これからの時一切を御手に委ね、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は御霊によって生まれるというテーマです。ヨハネの福音書3章1節から15節ですね。このところから御霊によって生まれるということをご一緒に学んでまいります。歴史上ですね、さまざまな権力者たちが生まれてきました。歴史を勉強していくと、いろんな権力を持った人、支配者たちが現れるんですが、彼らがどうしても勝つことはできなかったことがあります。どんなに力を持っても、どれだけ広大な地域を支配したとしても打ち勝つことはできなかった。それは自分の死です。死に対して勝利することは誰もできなかった。そして多くの支配者たちは自分が年老いて力を失うこと、また死んでしまうこと、そのようなことを嫌ってですね、不老不死というのを求めることはよくあったようですね。ですけれども、そのようなもの見つかるはずがありません。もしも私たちもね、年老いることがない、また死ぬことがない、そんな方法が見つかったならみんな飛びついたことでしょうね。しかしそのようなものは見つからないんです。残念なことですね。ただこれはですね、異邦人に限ったことではなく、まことの神様を信じていたイスラエルの人たちにとってもやはり重大なテーマだったんです。不老というところは関係ないかもしれませんが、不死という方ですね。人間は一度死んだ後また裁きがある。これは死んだ後神の国に入るか地獄に行ってしまうか、その2つに1つです。そしてイスラエルの民はそのような呪い、この滅び、それを逃れて神の国に入ることを切実に求めていました。そして律法を一生懸命学び、律法を守り、神の国に入るという約束を自分たちも成就したい、そういうふうに願っていたわけです。しかし、このイエス様の時代の律法学者、パリサイ人たち、律法をしっかり学んでいる人たち、彼らにとっても主が与えてくださった律法を完全に守ることは不可能だ、これは無理だということが分かってくるわけです。ならば我々は神の国に入ることはできないのか、我々は罪を犯し、こんな罪深いものはやはり滅びに至ってしまうのか、そのような恐れも持っていました。そのようにして永遠の命を持つ、そして神の国に入る、これは全ての人にとって重大なテーマだったということが言えます。そのテーマについてニコデモという人はイエス様のもとへ来て、私たちはどうすれば神の国に入ることができるんですかという質問をするわけです。今日はこの、ニコデモとイエス様の会話から私たちも神の国に入る方法を学ばせていただきたいと願っております。では聖書をもう一度拝読いたしますのでご覧ください。ヨハネの福音書3章1節から15節、まず1節から3節拝読します。1節。さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。
イエスは答えて言われた。まことにまことにあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。はい、以上です。まずニコデモという人が現れたんですが、この人は律法を熱心に守ろうとしていた人たちのグループ。これパリサイ派って言います。パリサイ派に属していた人です。そして、ユダヤ人の指導者というふうにあった通り、彼は、サンヘドリンというね、ユダヤの議会があります。その議会の議員です。議会の議員は、さまざまな、有力者たちが集まっています。祭司長とかね、祭司長とか、また律法学者の偉い人たち、そしてお金持ちたち、そのような人たちが集まるわけです。じゃあ、ニコデモはどういう立場かというと、パリサイ派の中でもしっかりと学んでいる、この神学校の中でも一番トップです。神学校でいうと、この校長先生みたいな立場の人物です。そのような人物がイエス様のもとにやってくるわけです。ニコデモはイエス様がエルサレムでさまざまな印を行われた。杉越の祭りの時に、ね、イエス様が来られて、印を行われた。そして多くの人がイエス様を信じたということが2章の終わりのところに書かれていましたけれども、その印を見てニコデモは、この方は誠のメシアである、約束のメシアであるということを感じ取ったんですね。理解したんですね。そしてこの方なら神の国に入る方法を知っておられる、そのように感じ取ったんです。神様が共におられるお方、約束のキリストである、この方のもとにいて、どうすれば我々は神の国に入ることができるのか、そのことを尋ねてみよう、そのように願ってイエス様のもとに来ます。ただ先ほど申し上げた通り、ニコデモはね、もう校長先生です。もうね、かなりの年配の校長先生です。私よりもちょっと上ぐらいじゃないのかなとは思います。そのような人が、30歳ぐらいのラビですね。イエス様は30歳。そのところから交渉が入られてますから、そのような若いラビのところに教えを請いに行くという、それは人目をはばかる行為です。もしもね、エルサレムの中の誰かがね、あっ、ニコデモ先生がイエス様のところへ行ったぞと、何しに行ったんだということになったらね、昼間みんなが見てるところへ行ったら大変な騒ぎになります。そんな校長先生が、ね、他の先生のところへ行くっていうのはね、来てもらうことはあっても自分から行くということはありえない話なんです。ですから大騒ぎになりますから、ニコデモは人目を忍んでイエス様のもとへやってきたわけです。それほどニコデモはイエス様がなさった印を通して、この方は神様が共におられるお方、この方ならばどうすれば人は神の国に入ることができるのかということを知っておられるんだろうな、そう確信していたことが分かります。そしていろいろと挨拶をするんですが、イエス様は、ね、ニコデモがなぜ来たのかということもちゃんとご存知です。ニコデモはちゃんと丁寧に挨拶から入るんですが、イエス様はまずね、ニコデモが質問したいこと、何を聞きに来たのかということまでご存知で、すぐにね、誠に誠にあなたに告げますと、もう質問来る前から答えをイエス様はされます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんって答えを言われるんです。ニコデモが聞きたかったこと、それをイエス様はすでに知っておられ、新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと答えられました。神の国を見る、新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、この言葉を通してニコデモの次の質問が始まります。4節からです。4節から8節をお読みしますね。ニコデモは言った。人は老年になっていて、どのようにして生まれることができるのですか。
もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。はい。イエス様は新しく生まれるということをおっしゃったんですが、これについて問答がなされます。パリサイ派の人たち、その人たちは人間は新しく生まれるということをちゃんと考えていました。人間はまず異邦人だったならば、異邦人だったならユダヤ教に改宗したときにその人は新しく生まれると考えました。そしてまたどんな人でもイスラエルの王になったらその人は新しく生まれるんだと、そういうふうに考えたんですね。王様は新しく生まれた人なんだというふうに言ったのです。そしてそのような人は特別ですから、じゃあ他の人ダメなのかというとそうでもないんです。パリサイ派の人たちはみんな13歳になったら男子はバルミツバという儀式があります。バルミツバ、これは立法の子という意味ですね。女性はバットミツバだったかな、同じようになってます。バルは息子でバットが娘ですね。そのように立法の子っていう儀式があるんですけれども、その儀式を終えたときにその人は新しく生まれたというふうに考えました。また結婚をしたならその人は新しく生まれたというふうに言われました。そして30歳でラビになったとき、ラビになったならその人は新しく生まれたというふうに考えたんですね。このようにしてたくさん新しく生まれるチャンスをパリサイ派の人たちは考えていました。そしてラストチャンス、それが50歳頃ですね。50歳頃、進学校の校長先生になった時、ラビとしてたくさんの人を教え、そして、ラビの中のラビですよね、進学校の校長先生という立場、その立場になった時その人は新しく生まれるのだ、さらに新しく生まれるんだということを考えていました。ただこのニコデモですね、彼はすでに進学校の校長先生にまでなっています。ですから、イエス様が新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと言われたときに、自分たちが考えている新しく生まれる条件、それすべて終わってるんです、ニコデモは。だからもう新しく生まれるチャンスはない、もう自分はユダヤ人だし王様になることはまずないし、13歳とっくに過ぎてるし結婚もしてるし、そしてもうラビにもなった、そしてしかも進学校の校長先生今やってる、もう生まれ変わるチャンスはない、じゃあ私はもう新しく生まれることもない、じゃあ私は神の国に入ることはできないのか、まだ自分でも神の国に入れるという確信がない、このままではダメなんじゃないか、そう思った、ニコデモはもう一度じゃあ母の胎に入ってやり直さないといけないんですかっていう、そんな質問をするようになったわけです。しかしイエス様は、人は儀式や職業の変化によって新しく生まれるのではない、今パリサイ派の人たちが考えた新しく生まれるというのは、いろんな儀式ですね、儀式を通して、また職業の変化を通して、人生のその節目を通して人は新しく生まれるということを考えた。ですがイエス様はそうじゃないんですよ、人は新しく生まれるのは水と霊によって新しく生まれることができて、そして新しく生まれることによって神の国に入るんだということを教えられました。ここで水と霊というのが出てくるんですけども、水と霊、
いろんな解釈されるんですが、ユダヤでは水によって生まれるというのは母親の胎から生まれることです。母親の胎から生まれる、自然にこう生まれてくること、それを水から生まれると言います。異邦人の解説からすると、教会でね、よく 水から生まれるというのは、ね、水のバプテスマ、洗礼式のことを言うというふうに言う方結構あるんですけれども、これ文脈からするとユダヤ人のラビ同士の会話の中で洗礼式というのは全く関係のない世界です。この時まだイエス様が命じたバプテスマというのはイエス様復活後ですからね。父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさいって、教会で授けるバプテスマ、これはイエス様が復活した後天に昇られる前に命じられたことです。ですからここで水と霊によって生まれなければというふうに言われたとき、その我々が今教会で授けているバプテスマ、それとは少し違うなということは分かるかと思います。そしてユダヤ人の話し方、その大きな特徴があるんですけれども、こちら、はい、5節6節見ていただくと分かるんですが、水と御霊によって生まれなければというふうに言います。その後6節で、肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です。水と霊、そして肉、肉と御霊というふうに対応してイエスも教えられます。このようにしてユダヤではこう対応して教えることはある、これは普通ですので、水というのは肉に対応しているんだなということは分かるかと思います。ですので、はい、水というのは、普通にこう人間として母親の胎から生まれてくること、そして御霊によって生まれること、これによって、人は新しく生まれるのだ、神の国に入るのだというふうに教えられたんですね。パリサイ派は人生のいろんな節目を通して人は新しく生まれるっていうふうに教えたんですが、イエス様はそうではなく、風が思いのままに吹くように、どこから来てどこへ行くのか人は分からないけれども、確実に確かに風は我々のところに吹いてくるように、聖霊様は一人一人に吹いてこられる、聖霊様は私たちが気づかないところで働きかけてくださる、確実に働きかけてくださる。それは人生のいろんな節目に限ったことではない。パリサイ派の人たちが言ったような儀式とか職業とかそんなことは全く関係なく、いつその聖霊様の働きかけがあるかわからないけれども、確実に聖霊様が働きかけてくださったとき、その人は新しく生まれるのだということをイエス様はおっしゃいました。ですからニコデモはもうこの年になって新しく生まれる機会もない、私はもうダメなんですか、そういうような絶望感を持っていたかもしれませんが、そんなことはないんですよ、聖霊様はいつだってあなたに望まれるんですよ、思いのままに吹く、あなたが気づかないところで吹いてくるんです、それは今なのですよということをね、イエス様は語られるんです。しかしニコデモはそのイエス様の言葉がわからないんですね。9節からお読みしますね。ニコデモは答えていった。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですか。まことにまことにあなたに告げます、私たちは知っていることを話し見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとてどうして信じるでしょう。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます、すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまた挙げられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。はい。
進学校の校長先生ぐらいのねレベルに達していたとしても、自分が見たこともない聞いたこともないそのようなことに対して理解することができなかったんですね。特にしっかりと勉強してきた人、それは自分が信じてきたこと、教えられてきたこと、学んだこと、そこから違ったことを言われるとどうしてもそれを受け入れがたいところがあります。それはねニコデモに限ったことではありません。私たちもやっぱり同じです。聖書の教えに関しても、あ、こんな解釈聞いたことないわというときにね、反感を持つ人もたくさんあります。そんなことも、ね、よくあるんですけれども、私たちの弱さってやっぱりそういうところにあります。いろんな考えとかね、いろんな違った思いとか、そういうのをね素直に受け止める、それはなかなかできない弱さを持っています。それはニコデモであってもやっぱり同じですね。これぐらいの立派な人物であってもそれはできない。ならば私たちも、聖書の教えを聞いたときにそんなことありえないだろう、そう思うことはたくさんあっても仕方ないなというところはあります。私たちもね、イエス様の福音を伝えたとき、結構信じられないという人います。伝道してもね、そんなことありえないだろうってよく言われます。特に創世記の話なんかしたらね、なかなか信じてもらえませんよね。初めに神が天と地を創造した、神様がこの天と地を創造されたんですよって言ったら、ね、とか、いやビッグバンが起こってとか言ってうよくねそういうふうに小中学生言うんですけどね、分かってもらえないな、やっぱりそうだろうな、学校でそう聞いてるもんな。そしてね、あなたは神様が愛を持って作ってくださったんですよって、いや私ね猿から進化したんですよという人いますよね。そういうふうに学校で教えられたから、他のテレビで見たから、人間は猿から進化したんだと、だってそういう絵が出てるじゃないかと言うんですけどね、コンピューターグラフィックスとかね、あれを信じて、あれが真実だというふうに信じきってしまうと、聖書の教えというのはなかなか、ね、受け入れがたくなっちゃうわけです。神様がこの天地を7日で創造したと言われても、いやそんなことはないと、いろいろとね進化によってできたんだということを言います。そのようにして教えられたことに固執してしまって、神様の御声を聞くことができなくなってしまうこと、それは、私たちにもありますし、この当時のこのニコデモもやっぱり同じ状況だったなということが分かると思います。だからといってイエス様はもうニコデモお前仕方ないなと言ってもういらんわということは絶対おっしゃらないんですね。ニコデモはイエス様のところに来た、もうその時点で聖霊様が働きかけてくださった、そのような人物です。もうねあと一歩のところです。ただ理解はできなかった、神の国について理解はできなかった。しかしイエス様は神の国に入る方法というのをより具体的に説明されます。なぜならニコデモに救いの道を開きたかったからです。イエス様がはっきりと示されたその救いの道、それが、人の子が挙げられなければならないということです。これは、出エジプト、あ、違う出エジプトじゃない民数記かな、はい、民数記だったかな、荒野でモーセが蛇を挙げた、そのところですね。イスラエルの民が主に対してつぶやいた、それに対して裁きが下るわけです。主は燃える蛇を民の中に送ります。そして噛まれた人たちは非常な高熱を出して苦しむんですね。そしてモーセのところへ助けを求めます。そうするとモーセはね、神様に祈って聖堂の蛇を作りなさい、それを旗竿につけてそれを掲げなさい、その蛇を信仰を持って仰ぎ見たなら救われます、そのような約束をしてくださった。そしてモーセはそのように言われた通りにして、聖堂の蛇を作ってこう掲げたわけです。そして苦しんでいる人たちにこの蛇を、これを仰ぎ見なさい、
信仰を持って仰ぎ見なさい、そうすればあなた方は救われます。そんなことあるわけないだろうというような約束をね、モーセはするんですが、その通りです。仰ぎ見た者は救われたんです。そのような出来事がもうすでに律法に書かれているわけです。それはニコデモはよく知っている出来事です。そのことを通してイエス様は、あなたもモーセが挙げたその蛇を人々が見て救われたように、あなたもこの蛇を見て救われなさい。ただ蛇ではない、人の子が十字架に挙げられるのです。その人の子メシアイエス様を仰ぎ見て人々は救われるのです、ということをここで伝えているわけです。神の国に入るためには新しく生まれなければならない。そのためには人の子が十字架にかけられたこと、イエス様が十字架にかかったそのイエス様を信仰を持って受け入れる、信仰を持ってイエス様を仰ぎ見る、それによって人は救われるんですよ。すべての罪が許され神の国に入ることができるんですよと教えられたわけです。今日覚えていただきたい御言葉がこちらです。15節ですね。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。人間は自分たちの常識の範囲で天国に行く方法を考えて、そしてさまざまな教えとかさまざまな宗教が誕生しました。今世界中にいろんな宗教はあります。それらはね、どうやったら天国に行くことができるのか、そんなことを教えるのが非常に多いかと思います。呼び名はいろいろあるかと思いますね。極楽浄土ということもありますしね。ただ死後本当に幸いを得ること、そのことを教えているんですけれども、ただ神の国、天の御国に入るためには神様がこの天の御国を治めておられるんですから、神様が定めておられる方法でないとそこに入ることはできません。いいですね。皆さんもディズニーランドとか USJ とか遊びに行くかと思います。その時にその場所を管理している人たちが定めた方法でないと入ることはできない。当然ですよね。今甲子園で高校野球やってますけど、甲子園もそこが発行しているチケットを持っていないと入れませんというふうに定めます。ちゃんと約束事があるんです。いくら、自分で勝手にいろんなルールを考えて、私はこんなことしたから甲子園球場入れてくださいとか言っても入れてくれません。いっぱいね、綺麗な絵を描いて、そしてディズニーランドの門のとこ行って、私こんな絵が描けるから入れてくださいとか言ってもね、入れてくれるわけありません。着ぐるみ着て行っても、こんなかっこいい着ぐるみで来たから US 入れてくださいと言っても誰も入れてくれません。ちゃんとそこを管理しているもの、そのものが定めた方法でないと中には入れない。では神の国、神の国、天の御国、そこは神様が定めた方法でないと入れないわけです。いくら人間がこうしたら良いだろうって考えてもダメなんです。じゃあどういう方法だったのか。それが御霊によって生まれることです。じゃあどうすれば御霊によって生まれるのか。これが信仰を持って十字架にかけられたイエス様を仰ぎ見る。それによって人は御霊によって生まれるんです。イエス様を救い主と信じること、これによって人は新しく生まれるんです。信じる者は皆永遠の命を持つんです。これは簡単なことです。信じるだけで救われるの？非常に簡単です。簡単すぎるので頭のいい人はそれを拒否します。そんないい話あるわけないでしょうってね、思うんですよ。ですから他の新興宗教、
問題になっている宗教とか非常に難しい教えがあります。何人に伝道しなければならないとか、どれだけこのグッズを売らなければならないとかね、いろんなことがあります。いろんな難しいこと言います。そんなことするわけないだろうと思うんですが、それぐらい難しいことを言われると何か人間って、ね、本当かなと、それがなんかいいことのような難しいことを自分はやってるんだって満足感があるんですよね。それで、それが本当だと思ってのめり込んでしまうことはよくあります。そして行き過ぎて社会問題になったりもします。ただイエス様がおっしゃったのは、あなた方は私を仰ぎ見よ、そうすれば救われるなんです。簡単なことです。なぜイエス様はこんな簡単な条件にされたのか、それはすべての人が救われるためです。信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。信じることは年を重ねていてもできることです。若い人も幼い子供もイエス様を信じることはできます。クリスマスの時イエス様は幼子となって、赤ん坊となって、生まれてくださいました。貝羽桶に寝かされました。それは誰もがイエス様のもとに来ることができるためでした。王宮で生まれたのなら誰も入ることができなかった。しかしイエス様は羊飼いたちが来ることができる、もう明けっぴろげですよね、洞窟ですけれども誰もが入ってこれる、そのような羊の家畜小屋でお生まれになり、そして貝羽桶という低いところに来られた。それは羊飼いのような身分の低い者たちでもイエス様を仰ぐことができるようにするためだったわけです。そのように全ての人を救うためイエス様はこの世に来てくださり、そして全ての人を救うために十字架でその命を捨ててくださいました。全ての人の罪を背負い命を捨ててくださったんです。それによって全ての人は信じるなら、イエス様を信じるなら永遠の命を持つと約束されています。ですからこの恵みをしっかりと覚えて、私たちもイエス様の十字架を仰ぎ見て日々歩ませていただきたいと願います。お祈りいたします。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。あなたが私たちを愛し、一人子イエス様をお使わしくださいました。それは私たちが信仰によって永遠の命を持つためだということをもう一度教えていただきました。感謝いたします。私たちは新しく生まれなければ神の国に入ることはできません。古い肉の状態では、古い自分は罪の中に死んだものです。そのようなものが神の国に入ることはできません。しかしイエス様を信じることによって、罪に汚れた私たちもイエス様の十字架に共につけられ、死ぬという、死んで、そしてイエス様の復活に預かり、イエス様と共によみがえる。そのようにして新しく生まれ、神の国に入ることができると約束してくださり、感謝いたします。今、私たちもあなたの約束をもう一度固く信じて、イエス様が私たちになしてくださった恵みを心から感謝いたします。そして、これから聖餐式も行わせていただきますが、あなたの恵みをもう一度覚えながらこの聖餐にも預からせてください。一人一人が信仰を持って、また希望を持って歩むことができますようにお助けください。今日の御言葉の恵みを感謝し、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ではしばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。